はい、こんにちは、マリモでーす。今回は東方人形劇パート4やっていきたいと思います。では早速プレイしていきましょう。はい、続きから始めます。これ前回見たね。多分その続きが多分出ていることを信じましょう。あれ、遡ってんな。次何すんだっけ覚えてないですね。撮影、前回の撮影から1週間だって。で、確かね、前回チェンもゲットしたんだよ。前回チェン、チェン HP 低いな、かわいそうやな。じゃあちょっと回復に行きましょう。どこだっけ、ポケモンセンター。ポケモンセンターどこだっけ。坂になってるようには見えないんですが、坂なんですね、実際に。多分、おい、行き過ぎ。いや、待って、下だったかも。すまん、下かも、ここかも黄色じゃなかった気がする。なんとなく赤だった気がする。ここ、このエイリンのとこや。あれ、まずこの音楽ってエイリンだっけ。これエイヤショーの曲だってことは知ってる。エイリンの曲だっけ。千年幻想郷じゃない、この曲。あれ違ったっけ。千年幻想郷じゃないとしてもエイヤショーの曲、それはわかる。あれ、このジジイって前回のジジイだよね。ありがとう。で、次このお店に行きたいと思います。ジジイ邪魔、閉まってんのかな。だからジジイってさ、リークすんの。え、なんで降りるのかわかんないけど、まあいいや。ではここは放置していきましょう。2番道路ですね。まだ小人ですね。まだいないですね。あの草、あー来ました。新たな人形が出るのか。いや、避ける道が、ちょっとあのボール欲しい。避ける道あるわ、普通にあった避ける道。では小屋に入っていって、ん、ここは何なんだ。ちびもみじは小さいけど、もみじ、森か、この先。なんかね、森を見ると、僕の意見から言わせていただくと、森を見るとあれを、なんかマリルイ2のあの怖いとこを思い出す。あの森、あのキノピオがさ、すげえ弱ってる。あれ、わかる人は多分わかると思いますね。あれがすっげえトラウマですね。もう森というとね、なんかあれを思い出しちゃって、なんか森に行くのもちょっと怖くなってきましたよね。うっ、これあれじゃね、バトルで出た。初代はさ、ちょっと違う、初代じゃなかったんだこれ。ルナ、何の曲だっけ、聞いたことあるよ。リリ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 、恋色マジック、恋色マスタースパックだっけ。多分そんな名前だったような気がします。で、どうしましょう。どうしましょう。普通に戦っていいかな。いや、チェンに、いや、チェンが戦う相手じゃないな。
ちょっと待って、でもチェンのレベルもちょっとだけ上げたいけど、チェンはもうちょっと弱い敵がいるところでレベル上げてあげるということで、まあ叩きましょう。で、効いてますね。まあ普通に叩いてクリアしちゃえば、まあ終わるでしょうと。おーし、はい、終わりました。相手の人形ってゲットできないのかな？でもまだ来るだろ。まだ来るはず。厳しさ。いや、入れ替えなくていい。入れ替えなくていいよ。やめ。戻る。厳しさ。もしかしてこれあれかな？妖精大戦争のやつかな？妖精大戦争カップで昨日キャラクターちょっと知った。昨日ですね。弱いですね。はい、クリアです。はい、ありがとう。みんなありがとう。よし、はい、もうレベルは10に。よし、賞金84円って84円しかくれねえのか。子供はお金がないからな。子供がお金ないのは当たり前なんだけど。なんかね、この先ね、いや、いっか。じゃあ進んでいきましょう。次回はチェンのレベル上げしたいと思います。いや、チェンのレベル上げのパートはカットしちゃおうかな。めんどくさいから。なんか、落ちてるボールが。どっけしかい。敵ボールやと思った。モンスターボール。モンスターボールって言われるより、この先で何て言うんだろう。モンスターボールは変わんないのか。あ、後ろに行けばよかった。後ろにいてもバレんのかな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、人形でマジで変化するね。チェンジする。マジでチェンに入れ替えてみる。にゃん。うわ、多分すぐ死ぬから、ちょっとだけ雰囲気弱いな。もう殺されるのか。確実に殺される。ごめん、チェンには悪いけど、ごめん、殺されちゃうかな、あいつは。なんか隠れる。クレイの防御力が下がっちまったが、叩きましょう。OK ですね。ちょっと残ったのが悔しいですけど。まあ、叩いて終了しちゃいましょう。OK です。お、チェンちょっと経験値もらいたい。ヤマメ。わざとチェンも入れ替えて、ちょっと経験値もらおう。経験値分けてもらおう。結構チェンで強いな。本当に攻撃力下がっちゃったから。攻撃力なくなっちゃうんじゃない？あ、食らってるか。マジか。こいつ攻撃力ちょっと下げてこないで。下がってるやん。上がってるやん。下がってるやんっていうのは相手の HP です。めっちゃ下がってるやんって。普通にそんな変わんないし、こいつはもともと低すぎるから普通なのか。よしよしよし。マジ
マジかい。こいつ攻撃してこないタイプなんだ。いつになったら起きるんだい。だからいつになったら起きるんだい。ちょっと待ってね。毒消し使えば使いましょう。違うね。さあ、本当は嫌だったけど、あれしかねえ。一発で決めましょう。経験値が同じになっちゃった。こいつらガキだな、賞金が。うわ。まさかつ。よし。よし、うわー、使ってた。こいつは仲間にしちゃった方がいいんじゃないか。ごめん。ごめん。僕はすげえもったいないことを言いました。チェンで戦わせないとダメだ。もう構えられてる。もう綺麗にしてる。人形変更する。チェン。綺麗、もういい、戻れって言わないで。死んだ。ダメか。ダメか。どうせそんなに捕まえると思ったよ。無理やりあいつのやつを手に入れるって言われたら、なんか待てよ待てよ待てよ、こいつのゲットできんのか。ちょっと待って、これこれこれ、おめえダメだ。捕まるよ。あ、ダメだ。トレーナーにボール、どのも、ああ、人のもの取れねえか。生きて生きて。よし、人のもの取ったらバレずですよね。いやだ、なんでなんで、どうしよう。風魔神使おうか。風魔神のために直接が出てないかなと思って、よし OK です、よし OK です、OK です。ん、新しい技を覚えました。飛び蹴り早いな。
120円結構高いな。80円よりは高い。ニキビシティ、ニキビシティってひどい名前だね。まあいいや、こいつはみんな放置、よくわかんないから。ポケモンよく、まだ2番道路なんで。あ、ニキビシティじゃなくてニビシティの間違いでした、すみません。よくわかんない。この段差に何の意味があるかよくわかんない。まあいいとして、隣町に着いたことだし、で時間も実感なんで、まあ病院あるかな。 HP 回復させて終了した。あったあった、病院ってかポケモンセンターね。同じですね見た目。いやでも人情クリニックだから病院に、ん、いやポケモンセンターに病院で入ってんのか。まあいいや、どれでもいい。よし、生き返ったかなチェン。生き返りましたかなチェンは。はい、生き返りました、ありがとうございます。で今回はまあこんなとこ、この真ん中で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。